hang up and try again. はい、では具体的に数学的機能法の問題を解いていきましょう。まず最初は等式の証明です。で、まずね、機能法さっき言った通り、具体的な事象から一般的なことを証明する方法って言いましたが、まずは一般的な方法はね、一般的な結論というのはこれが全ての N において成り立つということですよね。全ての自然数の N について成り立つ。けれどもし具体的な事象を全部持ってこいで、ね、さっきみたいに熊本のカラスは黒い、長崎のカラスも黒い、カナダの黒カラスも黒い、まあ、全部黒いでしょっていうふうに言うためには 1+3 は4で2乗でしょ、1+3+5は9だから2で3の2乗でしょっていうふうに全部ね証明しないといけなくなります。でもそれは理論上はできるんだけども、実際には不可能です。特に限られた紙面の中でそれを証明するのは不可能。じゃあどうするか。まず一番最初に数学的機能法というのはどういうものなのか。まず数学的機能法のルールがある。何を示せばいいのかというのはもう決まっています。まず最初に N イコール1の時を証明します。 N イコール1の時、つまり一番最初の数字だけを見たら成り立つよねってことを言いたいです。その次に N イコール K の時に成り立つと仮定します。N イコール K というのはここら辺を適当に持ってきて K まで足したとき、 N イコール K、 N イコール K というのはここに K、 K を出すんですけども、そのそこまで足し合わせたものがちゃんと K の2乗になってるよっていうことをまず仮定します。それを正しいとするわけですよ、いきなり。で、そのときにじゃあ N イコール K プラス、じゃあその次1個を加えたときにそれぞれにその次に来る数字を足してあげたものがさらに N プラス1の2乗になってくれていれば成立するでしょ。だから N イコール K プラス1のときに成り立つと証明するわけです。ポイントとなるのはやっぱここでしょうね。まずこの問題に関しては証明せよって言われてるんだから絶対にこれは成り立つんですよ。成り立つ問題を皆さんは今証明しろって言われてるんです。なので仮定できちゃうんですよ。でこれはね、この先もしこれが正しいと言われてなかったとしても、それこそ実験のね、研究とかやる人がいたとしても大丈夫なので、まずはいろいろ仮説を立てるでしょ。これはこうなるんじゃないか、これはこうなるんじゃないか、これはこうなるんじゃないか。でその時にじゃあこれが正しいと仮定すればこういう風にしたらどうちゃんと正しくなるかなっていうのを確認していく。でもそれがもし違ったら、はい、でもその関係は違ったんだ、仮説は間違っていたんだ、じゃあどこをもう一回修正しようかって話になります。これが論理的思考能力です。まずは何かを仮定する。この場合はもう正しいレベルが証明されている等式なので、まずは N イコール K、 適当な K 番目の数字まで足し合わせたものを正しいと仮定すると、その次の数字まで考えてもなお正しいことが証明できれば全部の2つの数字に対して証明できたものなんでしょう。適当に持ってきてもなお成り立つということは全ての2つの数字のセットにおいて成り立つ。そして一番最初も成り立つと証明される。つまりそれがドミノって言われてるんですよね。じゃあ行ってみましょう。まず一番最初、これでしょ、それそうですね。はい、数学的な方はまずは N イコール1の時から証明できます。 N イコール1の時、1イコール1の2乗よって成り立つ。じゃあ2番目ね、 N イコール K の時、 K の時1プラス3プラス5プラス7プラス点点点点プラス
プラス 2K マイナス1イコール K2 乗が成り立つと仮定しましょうか。仮定すると、ね、成り立つ仮定すると N イコール K プラス1の時、じゃあ次まずこれは1プラス3プラス5プラス7プラス 2K マイナス1プラス、これね K プラス1を入れましょうか。 K プラス1マイナス1ですね。これ左辺に対して1個を加えただけです。1個加えただけで、この時にこの部分ね、この部分がここにあって、これイコールこれなんでしょ。だったらこの部分ごっそりごっそりこうなりますよね。そして角度が整理すると 2K プラスマイナス1、こうです。で、K2 乗プラス 2K プラス1で、これは K プラス1の2乗になりますね。 N イコール K プラス1の時も成り立ってしまいました。つまりよって N イコール K プラス1の時も成り立つ。丸一、丸二より量式は、そして終了です。どうでしょうか。まず一番最初に n イコール1の時を証明します。その次に n イコール k の時を証明、証明ではなくて n イコール k の時に成り立つと仮定します。成り立つと仮定、その仮定を使って n プラス n イコール k プラス1が成り立つことを証明します。そしたら成り立ったので1と2を使って良識は成り立つということが証明できましたってなります。これが数学的機能法の基本的なスタンスです。全部の数学的機能法がこれをベースに作られています、解答が。なのでまずこの部分ね、等式の証明をしっかり理解した上で、今度は不等式の証明までやってみましょう。